アースシーカーの解説をしていきます。浮上は元であるもの、副葬品は各々季節。で、アースシーカーの入手場所はアリアンデル絵画世界の、雪山の最後の方の、下に落とされて、で、アースシーカー占儀を下からこう、敵にやられて、なかなかしんどい場所に落ちてますと。で、まあ、地鳴りの岩石土か、アースシーカーかでよく迷う。どっちがどっちだったっけっていう。まあ、なんか名前的によく似てるし。まあ、よく間違えられるような武器ではないかなと思います。で、このアースシーカーについてなんですけども、まあ、大物ということで、スタミナ消費は多めで、まあ、問題が、くさび石が、くさび石強化ではなくて、光るくさび石強化でもなくて、鱗強化。くさび石の鱗強化なので、強化をするためには、かなり時間がかかってしまうので、とりあえず踊り子を倒して、踊り子を倒した後の先にロスリック城に落ちてる鱗を7個入手して、で、プラス3にして、そこからスタートしていくという形になります。なので、未強化状態で踊り子を倒す必要があって、まあ、それがちょっとめんどくさい。まあ、倒す分にはそこまで大変ではないんですけど、まあ、めんどくさいと。で、ちょっと時間もかかってしまう。そこがネックかな。で、鱗強化なので、ちょっといつもと攻略の順を変わっている。倒すボスの順番を変えています。先にその、古の飛竜、古の飛竜の側に、古竜の頂に行って、鱗を先に入手して、で、そこからスタートしていくという形です。で、この武器なんですけども、必要能力値が筋力24の進行が15。進行が15必要になってくる。まあ、珍しい武器。筋力進行武器って言ったら、グラントじゃないわ。モーンの大槌か。門の大槌とか、まあちょいちょいその筋力進行武器で、で、筋力でも進行でも物理攻撃力が上がってくれるという、という感じ。なので、まあ筋力24で筋力40だけだったら、筋力40だけだったらちょっと攻撃力は物足りない。大物にしては物足りないんですけども、進行までしっかりがっつり上げて、高レベル帯になれば、まあ結構攻撃力が出てくれると。いう武器。かな。金馬は基本的には高レベル帯か。ああ、で、ここ。入手場所が、まずここを降ります。降りますというか落ちます。で、落ちて、ここに落ちているソウルを拾います。ここにはソウル4万ソウル分落ちてるんで、絶対に拾った方がいいです。ここに来るなら。で、この人がアースシーカー持ってるんですけども、スルーして先に進んで、で、まあ、一回プロ。で、アースシーカー入手して、一回プロロした方が多分抜けやすい。で、あとは、まあ、帰りにソウル拾いつつ、順路に戻りましょうと。あそこプロロしないと結構、下からひたすら、アースシーカーの大地の怒り、千義大地の怒りで突き上げが発生して、なかなか辛いことになる。ああ、引っかかってる、引っかかってる。辛いことになるんで。はい、一発、135。はい、いきなり掴まれたんで、もう、やり直します。はい。今の防御力だと多分死にます。一発135。まあまあまあ。こんなもんかなという感じ。で、両刃の武器、なんかちょっとエレオノーラ的両刃の武器に見えるんですけども、まあ、両刃を使うことはなくて、ひたすらグレートアクスのように、振り下ろししか使わない。なので多分片方だけものすごい、
消耗すると思うんで、多分知らないうちにこうくるっと入れ替えて消耗を防いで使っているんじゃないでしょうか。まあそんなことはどうでもよくて。おで、この武器の特徴としては、まず、スタミナ消費が、大斧の中ではかなり少ない方かな。スタミナ消費が、さっきの、あった。スタミナ消費が、大斧の中では一番少ない。うん。まあ、黒騎士の大斧を走った後で、まあ、かなり快適にいけるなという感じ。黒騎士の大斧が両手持ち R1 が53。それに対してアースシーカーは45。8も低い。8も低い。ので、てか片手持ちが43で両手持ちが45で、片手持ちと両手持ちであんまりスタミナ消費変わらないんだ。だったら筋力を使える。お。戦技を使っている。今戦技にヒットしたな。うん。で、そう、スタミナ消費が、あれなんで、まあ、基本両手持ちでやっぱり、筋力補正も活かしながら使っていくのが妥当でしょう。スタミナ消費も少ないんで。で、素の攻撃量が確かに低くて、筋力40で重攻グレートアクスを上回るには、進行39以上が必要。まあ、かなり必要になってくる。まあ、とはいえ、そもそもスタミナ消費が少ないっていうメリットがある。で、かつ、重量が17。重量が17っていうのは、まあ、大型グレートアクスに次いで、重くは、重いんですけど、まあまあまあ、あ、デモの大型か。あ、まあ、重い方か、どちらかというと。どちらかというと、重い方なんですけども、まあ、スタミナ消費少ないんで、重さもあまり気にならないでしょうと。はい。で、踊り子をこうやって倒すことができたんで、無強化状態で。なので、これでやっと、強化することができると。まあ、他にもっと、結晶トカゲ倒して強化とかはできるんですけども、結晶トカゲ倒すとかなりのロスになるんで、もうそれだったら最初から踊り子倒して、そのまま鱗を一気にプラス3まで強化してしまってから、踏んだ方がいいんじゃないかなということです。はい。で、この武器の特徴的なところがもう一つあって、それが戦技の大地の怒り。この大地の怒りについてなんですけども、これはランダムで、大斧を突き立てて、2回突き立てて、それからランダムで地震が起きて、1.5秒後に地震が起きるという、うん。まあ、かなり特殊な、武器。てか、戦技で、かつ、ランダムにダメージ判定が出るっていうのは、また、微妙に使いにくいのではないかなという感じはある。地鳴りの岩石土の戦技があれだったんで、この武器もどうかなという感じはしたんですけども。まあ、実は意外に使いどころがあって、面白い戦技でした。はい、ここで戦技使っていきましょう。はい。密着して戦技を使います。400、800、1200。うん。戦技一発で1200ダメージを出すことができると。はい。で、しかも今、この地震が下からの大地の怒りが発生保証になっているというか、来たってた時点で、ひるまされても、戦技が、そこで途切れることがなく攻撃してくれる。ので、すいません。ので、かなり使いやすくなっている。てか、むしろひるんだ方が、その時点でモーションキャンセルして、で、またもう一度次の戦技に、次のモーションに移ることができるんで、むしろひるんで、一応強靭自体はあるんですけど、2回、だいたい2回攻撃されたら、途切れる強靭で、もうさっさと強靭を潰してもらって、で、次のモーションに入った方が楽しい。楽しいじゃない。強い。攻撃を重ねることができるんで、戦技を。まあ、ということもあって、まあまあまあ、いい感じ。で、そう、1回の戦技で、3回攻撃判定がある。3回攻撃判定があって、で、しかも一発あたりのダメージが R1 よりもちゃんとダメージが高い。しっかりと高い。しっかりと高いってほどではないか。
地鳴りぐらいの高さ、あんまり変わんない。ちょっと高いぐらい。で、この武器で、それで、で、もう一つ注意点が、地震。地鳴りでこう、地鳴りじゃない。大地の怒りがこう、下からこう、突き上げるんですけど、その突き上げる判定は、あ、いい感じ。攻撃が重複しない。でかいボスに攻撃しても、2箇所当たったからって2回分のダメージが出るわけではない。もしそうだったら、攻撃判定がめちゃくちゃ多いんで、強すぎる。逆に強すぎる戦技になっている。一発400ぐらい出て、で、それが、なんか5回、6回当たるんだったら、一発で2000ぐらい出てもおかしくない。そんな戦技になっちゃうんで、残念ながら、多段ヒットはしない。ので、まあ単純にその、大地の怒りを当てるだけだったらあんまり強くない。まあ、モーションはまあまあ、戦技の中では早めなんで。なあ、この、なんだっけ、大斧のモーションとしては早めになってくれるんで、そこまで弱いわけではないんですけど。ちょっとそれだけだと物足りない。ですけど、この武器の、この戦技の強いところっていうのが、最初の突き立てモーション。突き立てモーションにもちゃんと攻撃判定があるということ。の突き立てモーションに攻撃判定があることによって、こう、あ、1、2、で2回目当たんなかった。2回目当たんなかったけど、まあ3回攻撃したことになる。あ、まあ R1 とほぼ一緒なのか。だから R1 3回、戦技1回で、突き当てを1、2とやるだけで、R1 3回分ぐらいの攻撃、ダメージが出てくれると。まあ、それが強いところ。かなり攻撃判定が狭くて、突き立てモーションに当てるのも難しいんですけども、それがもし当たってくれれば、ちょっと突き立てるモーションで R1 を1、2、3回分の攻撃が入る。で、そう、大物で R1 3回分当てようとしたら結構な、隙になってくる。結構隙が大きいので。で、しかもスタミナ消費も140ぐらい。あ、で、ここ。見ての通り、遠距離攻撃ができる。ローリング3回分ぐらいなら、3回分ぐらいの距離なら十分、カバーすることができるんで、まあ、ランダムではあるんですけども、こうやって、ちょっと遠くの、とどめを刺すこともできると。戦技が1、2で3と。で、スタミナ消費もそこまで多いわけではない。R1 3回分よりもスタミナ消費が少ない。で、かつ R1 3回振るよりも隙が少ないので、全然使っていくタイミングはある。ただ相手がさっきみたいに動かない状態じゃないと、もうほぼ突き立てが当たらない。本当にその斧の先しかちゃんと攻撃判定がないので、そこは注意する必要があるので、まあすべてのボスに、まあこうやってよく動くボスに対して使っていくのは、まあ難しくはあるんですけども、タイミングを見計らって使うと、かなりダメージを加速することができると。ああ、今のは、そうね。パリして、落ち着いてパリをしましょう。はい、OK と。軍団はジャンプ R2 から攻めていきましょう。で、ウィキには吹き飛ばない相手には多段ヒットするって書いてあるんですけど、おそらくしないっすね。振るんだったらもっとダメージが出てるはず。吹き飛ばないに関係なく多分1回しかダメージが入らないと思います。で、まあ、自腹の大事に対しては、普通に R1 振って終わりでいいと思います。特に、何か、戦技が使える場面はないかな。ということで、大物としての性能は、まあ、スタミナ消費少なくて、まあ、攻撃力が、まあ、そこだけがちょっとネックではある。攻撃力は503アース C か。
で、これは、じゃあ、筋力を40にしたときに、両手持ち27か。27の両手持ちで筋力40にしたときに、攻撃力が一番低い大斧の中で503しかない。グレートアークスがこれが599。もうこの時点で100も違う。で、グレートメイツが550。じゃあ、大ナタか。大ナタが555。とかだったりで、基本的には、一番攻撃力が低くなってしまう。で、進行。それでしっかり上げていけば、進行だから15から40まで上げれば攻撃力はほぼ100上がる。で、まあ、進行もしっかり振っていきたいところ。なので、今回のチャートは、鱗を入手するときに、貪欲者の烙印を入手するんです。あ、貪欲者の烙印じゃない。貪欲者から鱗を入手するんですけども、その時に貪欲者の烙印も一緒に入手できるように、一応、錆びついた金貨を使いつつ、貪欲者の烙印を狙って攻撃力を上げようとしています。ただ今回は貪欲者の烙印が出なかったんで、渇望の盾のみでやっていきます。この至近距離でも、この大斧の突き立てが当たらない。そこはちょっと残念なところ。この至近距離でも突き立てが当たらないということで、当てるのにちょっと苦労すると。なので、まあ強い戦技ではない。めちゃくちゃ強い戦技、汎用性のある戦技ではないので、使い場所をしっかりと見極めていきましょう。エルドリッチ戦。エルドリッチも、まあ、それこそエルドリッチに多段ヒットするんだったらめちゃくちゃダメージが入るはずなんですけども、そんなに入らない。ただ、まあ、上から、縦振りでこうやって上から攻撃することができるんで、全然もう、普通に攻撃していけば、それだけで強い。で、スタミナ消費もそこまで大の中では多くないので、ガンガン振っていけると。で、あと、まあ、チャートの関係上で、ソウルを先に4万ソウル。4万ソウル、DLC の1で拾うことができているので、まあ、その分、序盤の攻撃力とかが高めになってくれてる。その辺がちょっと嬉しいところかな。アースシーカーのある位置が、ソウルがたくさんある位置なんで。で、まあ攻撃力も確かに大物の中では低いんですけども、全体的な武器の中ではだいぶ高め。で、プラス、もうこの時点で、プラス4になってるのか、しかも。プラス4強化までできているんで、まあオーバーパワーな感じ、この時点では。竜狩りの鎧にもちょっと戦技を当てるのは難しいので、R1 を打っていきましょう。まあ、モーションは見ての通り R1 でも長めなので、ちゃんとこう、避けられるように。R1、R1。そう、筋力27振るだけじゃなくて、ちゃんと進行も振ることによって、しっかりとダメージが出てくれる。まあ、なんか常識的。まあ、金馬さんですけど。なので、渇望の盾でしっかりと、ソウルを増やしていきましょう。ちょっと立ち回りが悪いな、さっきから。スタミナも見てもう一回。まあ安定を取ってるのか。相手は結構出れて、この盾叩きつけ攻撃してくれてるのに、あんまり自分の立ち回りが良くない。立ち回りが良くないな。めっちゃ出れてるのに。めっちゃ出れてるのに、ちょっと、いまいち自分がちゃんと攻撃できてない。まあでも、物理攻撃力高いんで、両側の鎧にもしっかりとダメージは入りますと。で、あんまり正直本編のボスで戦技が使える場面って、まあ、深みの修行たちぐらいしかないかなという。感じなんですけど、まあ、DLC でちょろっと使える武器が、使える敵が出てくるかな。で、DLC で使える敵が出てくると、ちょっと嬉しい戦技。R1 はどうしてもやっぱモーションが長いので、その分、戦技1回の突き立てモーション、R12 回分ぐらいのモーションかな。
R1 2回分ぐらいのモーションで R1 3回分のダメージを入れることができる。そう考えると、この大地の怒りという戦技もなかなか強い。消費 FP30 なんで多めで、まあ、その辺はうまく使わないとダメなんですけど。ちょっとローリアン戦立ち回りが悪いな。まあ、スタブ取ってもよかったな、今。はい。あと一発。あと一発、OK。大野は攻撃力高いんで、まあ、R2 をしっかり入れていきましょう。R2 の最大ためを。距離を見て入れると一発1000ダメージぐらいはまあロスリックには出るでしょう。うん、いいダメージ。まだ進行そこまで振ってないんですけど、まあプラス4までしてるんでこれぐらいは出るでしょう。はい、オッケー。そう、竜狩りの大物もといえば進行で攻撃力が上がるし、門の土も進行で攻撃力が上がるしで、意外と大きい武器って筋力と進行、うん、で攻撃力が上がる武器が多かったりするな、うん、小さい武器ではあんまないか、逆に。小さい武器はどちらかというと履力系の出番か。はい。で、一応こうやって、遠距離攻撃として使えるけども、なんだ今の回避は。遠距離攻撃として使えるんで、うまく置いとけば多少ダメージは良くなるでしょう。ちょっと立ち割りがひどいですね、さっきから。いらんダメージを食らいすぎだ。せっかく物理攻撃力が高いのにロイドを剥がされてしまう。うん。で、まあ、ローリング R1 はまあ、いつもの通りちょっと当たりづらいので、うまく立ち回っていきましょう。正面から当てると当たらないことがあるんで、足の外側、左右の足の外側から当てるようにするといいような気がします。ああ、今のエストを飲もうとしたら、こう、エストを阻止される動き。でも、モーションを見てからではなくて、相手のその、なんていうかな、自分の動きからの派生みたいな感じなんで、そこまでいやらしさは。あ、別に他のゲームのことを言ってるわけじゃないです。ボタン入力を見てやってるわけではないと。はい。で、王たちの化身も、まあ普通に R1 でいいダメージ出てくれるんで、しっかりと入れていきましょう。うん。はい。うん、結構遠くから攻撃ができるし。R2 もちゃんと、R2 もまあほぼ同じようなモーションなんですけども、ちゃんとダメージも高いしで。うん、これぐらいスタミナ消費が少ないんだったら、大野も全然使いやすい。ちょっとスタミナ消費が多くなってくると、大野も厳しくなってくるかな。そうすると、ヨウムの大なたとか、黒騎士の大野ぐらいに、やっぱり攻撃力が飛び抜けてると、まあまあいけるかなという感じ。なんでまあ、大野系は、まあ意外と、スタミナ消費さえ気遣えば使いやすい。おーっと、ちょっと入りすぎた。頭に攻撃して、ひるみを取って、ここはもうスタブでおしまいと。うん。で、あとやっぱ縦振りなんで、頭にも当てやすいと。ひるみを取った時に頭ちょっと下がるタイミングがあるんで、そこで、うまいことスタブを取っていきましょう。ちょっとまだこの辺本当に戦技使いどころがない。はい、無名の王戦です。ローリング R1 からのダッシュ R1。ダッシュじゃなくて普通の R1。で、もう一発 R1 が入りそう。うん、今回は飛ばなかった。オッケー。で、もう一回 R1 打ってスタブでおしまいか。うん、まあ、エンチャントはできないんですけど、エンチャントはできないし、ウォークライとかはないんですけども、まあまあまあ、問題ないでしょう。ローリング R1 で400か。
武器はもうプラス5にはしてるんか。ああ、太田ちゃん消しに行ってるからプラス5にはしてるな。まあちょっとやっぱりその進行と筋力両方で攻撃力が上がるんで、あんまりそのまあ補正と物理攻撃力のが良くないけど、でもだいぶ何ていうんですか、99まで振ると攻撃力が711、おお、結構高く見える。711とはいえ結局あれか、まあ黒騎士の斧とかの方が伸びやすいのかな。はい、無名の、はい、ひるみを取ったら、おしまいと。まあ、それぐらいの強さはあるでしょう。くさび石の鱗強化だけど、なんで光るくさび石じゃないのかっていうのは、いまいちわからん。一応、なんか、ドラゴン武器的なイメージがあるけど、この、アースシーカーに何かしらそういうことがあるのかな。はい。王者の墓守。王者の墓守を、まあまあ、R1 チェインを狙いつつ、で、こういう、盾崩しに対して、ちゃんと、スタブを入れていったりとか、しましょう。しましょう。この構えの時は攻撃はあんまりしない。R1、R1、R1。もう一発当てれば、おそらく、盾崩せるけど、隙をさらしたので、スタブと。はい。はいと。対人で使うには正直あんまり意味がない。隙が大きいだけであんまり意味がないので、使えません。まあ、大老も、ただ R1 を当てていくだけで、次ひるみかな。はい、ひるみが取れて、スタブを入れておしまいと。余裕の、持っていきと。で、次、フリーデが、フリーデも、もうなんかああいう編集には触れないようにしよう。フリーデ戦ですが、ちょっとどうしてもその、ダッシュ攻撃に強靭が乗りづらい、乗らないのかな？ので、あんまり、しっかりと、いけないけど。じゃあ R2 の最大ためで潰して、もう一回 R2 の最大ためでおしまいと。いいですね。これもダウン効果があるし、起き上がりにちょうど R2 2回目打てたりするんで、その辺が強みかなと思います。で、このアリアンデルに対して、この戦技800、1700の2600と。まあまあ、だいたい2400ぐらい1回で出る。で、R1 を振ると、スタミナが、一回スタミナがなくなるまでに、1、2、3、4回しか振れない。4回振ると、スタミナが181消えるんで、4回しか振れないんですけども、つまり4回分のダメージしか出ない。ですけど、戦技を使うと、スタミナが、減るまでに、1、2、3、2回、3回ぐらいできるのか。なので、R1 9回分ぐらいのダメージは出してくれる。はず。まあそう考えると、そう、スタミナ効率がとてもいいのがこのアースシーカーの戦技。ただ、問題はやっぱりその1段目2段目の突き立てを当てる。それができるかどうかにかかってくる。で、それができるボスかどうかは、もうさっきのアリアンデルみたいに、こう、体にめり込んで、ものすごく小さな攻撃判定でも当てやすくなってくれる必要があると。で、しかも相手がかなりゆっくりと動くタイプのボス。もしくは何かこう大きな隙をさらしてくれるタイプ。あ、危ないしな。ということで、まあ、DLC にはそういう、大きなボスがいるので、DLC で主に使っていくと結構やりやすかったりする。というか、普通に R1 振るよりもダメージ効率が良かったりするので、積極的に狙っていきたい。狙えるところでは。
あら、ローリングしたつもりだったの。はい、オッケー。まあ、3分ちょいね、いいでしょう。十分。十分でしょう。で、そうそう、強靭削りも、結局、同じスタミナ消費でも、R1 2回分よりも、ダメージ判定3回目が出るんで、強靭も3回目分削れるので、まあ、思ったよりもしっかり強靭を削ることができる。そこがまた強いところ。かなと思います。グレートアクス、アースシーカー。だから1段目が31、2段目31、3段目が62、62か。3段目の地面からの引き上げてくるのは、多分おそらく62っていうのは他のどの単発攻撃よりも強靭削りがでかいんじゃないかな。ああ、単発では一番多分強靭削りが赤い気がする、62は。あ、大弓とかの方が強いんかな。大弓もそうではない。うん。なので、結構、早めに、強靭削れてくれる。あ、65のやつがあるな。なんだ、65って。あ、ローリアン、あ、特大剣か。特大剣の。電気 R2 とかの方が強いのか。まあ、とはいえ、最初の R1 2発が当たると、R1 2発で30、30削って、で、最後の1発で60削るんで、120削ってくれると。いうことで、めっちゃ強い、強靭削りが。120削るっていうのは、そう、ゲールだったら、戦技1回で、まあ、全部当たれば戦技1回で必ずヒルムし。レーモンの王子も2回でヒルミが取れるかな？多分。まあ、傷ついたでもウロ底に関しては、まあ、こっちの攻撃力はしっかり高いんで、ちゃんと立ち回れば問題ないでしょう。で、このレーモンの王子で、レーザー形態でレーザー吐くところがあるんですけど、そのレーザー吐くところでしっかりとこの、戦技を使っていきたいところ。相手の動きは完全に止まるんで。で、あとは、飛ばれる前、レーザーで飛ばれる前に、一回ヒルミを取りたい。もう一回攻撃できるかな。もう一回。青はちょっと無理でも、こうやってヒルミを取りに行きましょう。で、スタブを入れて、壁を背にしてるんで、一回、位置を立て直してから飛ぶはず。はい。で、ここで戦技を使いましょう。さっき、ヒルミを取ったばっかりなんですけども、この戦機、はい、1段目、2段目、3段目で840。で、もう一回そのまま続けてやって、はい、ヒルミが取れると。うん。もうすぐヒルミ。で、もう一回戦機を使って、はい、2500。で、これでまた120分、減ってるんで、またすぐヒルミです。もう一回かな。で、ここでもう一回ヒルムと。うん、そう。強靭削りも高い。しっかり当てれば。なので、レーモンの王子に対しては正直かなり強い。レーザー形態に移行すれば、ヒルミをほぼ2回確定で取れるぐらい。うん。それが、いいところ。そう。この大地の怒りという戦技。うん。岩石土となぜ差がついたのかという話でございます。個人的な感想としては、はい。まあ、あっちは対人で、なんかこう、我慢を生かしつつ、我慢からのジャンプ R2 みたいな感じで使えるのかもしれないですけど。まあ、少なくとも攻略においては使う場面もあんまりないかな、ということです。はい、R1。で、R1 一発600近くダメージ。もう進行もこれだいぶ振ってるんで、30いくつぐらいはもう振ってるかな。なので、攻撃力もかなりグレートアクス並みに上がってきたと。600近くにはなってるんで。で、これ頑張って戦技を当てようとしてるんですけども、まあ、突き立て1回からの、下からの突き上げで、まあ、2回、R1 2回分しか入らないと。結局やっぱり R1 3回入らないと、さすがに、ちゃうわ。ダメージが3回入らないと、
通に R1 を振った方が効率はいいかなという感じなので、さすがにミディールには使えない、使いづらい。って考えると多分まあオスロイスあたりもまあまあ使いどころはあるのかなとは思います。その辺はうまいこと使いどころを見極めていけばなんとか、うん、まあ何も全く使えない戦技が数ある中でも全然使いどころがあるこの戦技はいいと思います。とてもアルツの最大ためもいいダメージが出ます。はい、ミディールも8分で倒しました。強いです。立ち回りもまあまあ良かった。はい、次がハーフライト戦。ハーフライト、あ、ここで進行また上げて攻撃力上げてる。ハーフライト戦ではまあ R1 のチェーンが普通に強いんで適当に R1 ブンブンしときましょう。こっちの強、こっちには強靭もあるんで。でこう攻撃のリーチもまあまあある。あ、いきなりダメージ食らった。これは幸先が悪すぎる。グレートアクスよりも多分長いかな。ので当てやすいんで。このアルゴがマジで強いよな。毒とか出血とかも効かんし。毒とか出血効かんし。で、ひるみも取れないし。こいつ何なんだよ、マジで。巨人族強すぎだろ。巨人族かどうか知らんけど。普通にヨウムぐらいでかいし。はい、スタブを入れて、あとは、はい、R1 チェインでおしまいと。はい、960いいダメージ。まあ、基本はもう R1 チェイン狙うだけで。で、こういうタイミングで1回戦技使ってもよかったかもしれない。はい、R1 戦技2回からの、まあ、ここはジャンプ R2 打ってもいいんですけども、カウンター食らいたくないんで、普通に R1 を振りました。ダッシュ R1 からの、スタブと。で、戦技は、まあ、おそらくなんですけど、なんか飛び道具判定が出てそうな気がするんで。間に合った。エフェクトが出ても間に合うのはちょっと嬉しい。あとは R1 をブンブンすれば勝手に死ぬでしょう。はい、OK。はい。はい。一応衝撃波でひるみはするのか。に、スタブで持っていけない。持っていける。お、強い。でもだいぶ攻撃力上がってるんで、スタブでも持っていけるでしょ。いけるのは嬉しい。はい、あとは、ゲールを頑張って倒しましょう。で、一発403。うん、いいダメージ出てる。で、R1 3回でひるむので、ちゃんとスタミナを管理しつつ戦いましょう。これはひるみを取れるんで、攻撃して、うん、よしと。はい。はい。で、R1 と。うん、この R1 3回振って、ローリングできるだけのスタミナが、持てるのがいいですね。はい、オッケー。まあ、ゲールはもちろん突き立てモーションが当たるわけがないので、戦技の使いどころはないです。まあ、でも、ひるみが、強靭削りが高いんで、まあ、相手が離れてこっちに近づいてくるときに置くように使っていると、もしかしたら、強靭も削れて、結構、いい、楽しい立ち回りになるかもしれない。はい、R1、ひるみ、R1。これで1300ダメージ。これを狙っていきたい。なので、しっかりスタミナをマックス状態で維持したい。R1、ひるみ、R1。そう。これを繰り返していく。のが、まあ、大土系の、でかい武器系の。ここで R1 打ちたいんですけど、まあ、さすがに雷が来るんでやめておきます。事故る元なんで。ひるみからの R1 と。これ結構当たるんだよな。
もう一回振ってよかったな、今のはな。まあ、ダメージ食らったからよかったな。ああ、そうね。ロイド分回復しに行ったね。はい。はい。で、R1、ひるみからの R1 と。うん、いい立ち回りができている。で、スタミナを回復して、はい、R1、ひるみでおしまいと。うん、強い。強いというか、立ち回りやすい。スタミナ消費がそこまで多くないので。はい。記録は1時間48分10秒。まあまあ、早くはないかな。大土の中では、大斧の中ではどれぐらいだ。うん、大斧の中では竜狩りの大斧とか、大斧が1時間43分とか、グレアクが1時間42分とかあるんで、まあ、ちょっとどうしても、取得のロスが結構あったり、序盤どうしてもそのグレートアクスよりも、進行を振り切るまでは、グレートアクスよりも低い攻撃力で戦わざるを得ない。っていうのがあって、まあその辺の武器に、汎用性の高い武器に比べると、厳しい。で、あと踊り子も、序盤で倒して鱗強化でやっていかないとダメなので、その辺がちょっと厳しいかなという感じはあるんですけども、まあ、大のカテゴリーの中でも最小のスタミナ消費。かつ、この戦技第一の怒りが、場合によっては使える。で、見た目以上に強靭削りがかなり高い。っていう特性があるんで、まあ、デーモンの王子戦でアースシーカーガンガン使うと面白いかもしれない。第一の怒り。まあ、他にも、使えるシーンはあると思います。まあ、当然、深みの主教立ち戦とか、その辺で。で、使うときはもう本当にド密着して、相手の体にめり込むぐらい密着して、戦技を当てる意識があれば、かなり、うん、普通に R1 を振るよりも早くダメージを与えることができるでしょう。はい、ということで、戦技が面白かったんで、地鳴りの岩石土よりもはるかに高い評価になっています。はい。うん。以上でアースシーカーの解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。楽しかったです。